のがですね、神はこの方を死者の中から復活させられる。
それでパウロはその後も立ち去った。しかし彼についていたし行って信仰に入った者も何人かがいた。その中にはアレオパウロの寺院ジオリソス、またダマリスという寺院やその他の人を認めた。アーメン。アーメン。あのね、話しますが、ちょっと長いんだけどね、この思い、思うなんです。大切な言葉としては、29節を、これを中心に話して、29節、一緒に読みましょうか。私たちは神の子孫なのですから、神にある方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。アーメン。これを中心でお願いしますけどね、パウロからね、アテネに行ったわけですね。ギリシャの都、オリンピック発祥の地か、でも有名ですけどね、そこに行きまして、イエス様を伝える。その時に起きたことを書いてるんですけどね、違法世界が、聖書を持たない。この時代は旧約聖書しかないからね、新約聖書もできてない時代ですからね、旧約聖書ですけど、聖書は聖書というか旧約聖書ですけどね、その持っている面の残るユダヤ人だけであると。だからまだこの、ね、民族以外の人たちがですね、神様とかね、金や銀や木や作ってる、まあ、いわば偶像と思われたわけですね。それを見てね、パウロさんはね、非常に腹が立っていたということが書いてありますね。でもその別にね、日本人やキリスト教の大切な教えっていうのは知らない日本人の人はね、ユダヤ人以外の民族もですからね、そういう人たちはもうそこらあるもの何でも神様の矢面でですね、拝んでたというね、そういう中にはそういう偶像という少数のね、形にあるものを作って、拝んでるという状態だったんですね。いや、日本に乗ったらまあ分からないんですけど、もうインドぐらいに行くと、写真っていうのは日本のようには使わないな。選挙もね、もうすぐ選挙ですね。日本では選挙で選挙ポスターをね、あちこちに貼りますけどね。インドなんかは選挙ポスターを貼るというよりも、偶像を作るんだな、作って立てるというのかな。選挙の候補者とか、なんかその地方の有名な人だと思うけどね、やたらに、ね、街角やあちこちに立ってるんですよ、そういう作った像ね。だいたい石膏で作ってるのが多いな。ああいうのはあんまり日本じゃ見かけないね。だからちょっとね、ギリシャとかローマなんか言いますとね、神様と思われる人をやたらあちこちに立ててますね。そういうのああいうの見てると、このギリシャ
というところで、パウロはね、腹が立ってきたという、ね、なんとなく分かりますけど、そういうね、そういうその像をね、作って拝むのみんなが知られてたらさ、おかしとは思わないんですけどね、パウロさんというのはね、聖書を読んでてね、しっかりそれを知ってるのかって分かってる人ですからね、そんなもんね、やたらね、あちこちに立ててね、拝むのって言ったらね、なんかおかしいなぁと思ったよね。それですごく腹が立つという人に、腹が立ってきたっていうのは分かりますかね。あの日本じゃあまりしないけど、そういうなんだ、今ではよく北朝鮮のね、あの金さんで金は何て言うのか、あの金正日かね、あの人そのあの大きな像を作ってね、拝んでる、拝んでる人もいるんじゃかな、あのそういう国のトップになるような人をね、あの立ててね、それが国の守ってくれるとか、国の政治をあのその人に任せるということでね、まあ安心感をするか、そういう、日本の習慣ではなれない。はい、そういうものを立てたり、おわんだり、おわんや、まあ、そのおわんばもあるんだけど、そういうね、そういうの好きな民族が多いね。あの、オリンピックのほうが今度は今年か、ね。オリンピックのあの、リオデじゃねえよね、夜、ブラジルのね、そこに、イエス・キリスト様のね、大きな像のある山の絵だと、ね、それを時々映してね、それで地方でじゃねえのがね、その真下にその像からね、こう真下に見えるというところで、ね、その像を撮っております、あ写真って、それを、テレビなんかでね、それを映してますけど、ああいう、ヨーロッパ、特に南の方の人たちは、ラテン民族かな、ラテン系の人たちが、北の方のゲロン系の人は、南の方ね、ラテン系の民族ね、そういう、あのラテン系の民族は、そういう、なんか、偉い人とかね、立派な人とかね、なんかいう神様になるようなね、人を、ね、像を形作ってね、拝むのは好きですね。日本はあんまりそういうことせんけどね、まあ、影響、日本も影響を受けてね、時々その作ってるようなところもありますけどね、あの神様とかね、そういう聖書で言われる神様というのはですね、それはその像像がね、その人間が作った、ね、神様をらしく神様が思われる偉い人をですね、あの尊敬する人、つまり人間が作って、ね、それに手を合わせるというね、それに比例するというね、そういう感じだな。聖書に書いてあることは何かというと反対なんだよ、ね。人間が作った神様じゃなくてね、神様の方が人間を作ったんや、ね。反対、逆や、ね。聖書にある神様、聖書が神は天と地を創造されたと書いてありますね。
以下いろいろ書いてあるやん。創世記、聖書の最初に。まあそこが始まってね、その一貫して神様が、ね、全てを支配しておられる。人間もその神様のもとにですね、出されたんだってことがあって、もうボーン、神様、あと以下もろもろのものができた、ね、そしてそれも以下、それももろもろの地球上の宇宙のね、全てのものがね、神様の中で出されて、神様によって作られて、そして神様に息を吹きかけて命を得たというね、そういうふうに書いてあるね。それが聖書というのが初めからね、ざんとこう貫かれてるんですよ。ところがね、私たちがね、その基本的なことがよくわからないんでね、その人間がね、主人のようにね、なんで神様がおられるんだろうね、思うんですよ、俺たちにね。神様がおられるなら、なんで私こんな不幸なんだろう。なんで神様がおられるならなんで私たちもっと幸せにしたことが減れないな、ね、なんでこんなあんたもうちょっとマシな人間を作ってくれんか、ね、もうこういう人多いでしょ。違います。それぞれみんなありますよ。神様はね、ありがたいと感謝します。こんな素晴らしいね、私に作ってくださってね、こんな素晴らしい人生を私に与えてくださってね、本当にありがとうございました。ってね、あまりこんな考えないな。その反対やな。ぶつ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 ね、神様がおられなかったんだね、なんで私幸せにしてくれないなってね、こんな人生で会いまするようになったのに、これはもう神様がおられない証拠や、ね、こんな不幸やわ、腹が立つ。あらゆるようにね、もう不平不満をね、もうぶつけるね、愚痴ばっかりね、毎日ぶつ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 不平不満ばっかり言ってる、まあそういう残念な人もおられますね。その反対はさ、まあ分かるよね。神様がなんと素晴らしい人生与えるとこされたんだな、ね、こんな素晴らしい人生ね、何をしても何をやってもね、うまいこといくとね、いやーありがたいなってね、そのように思ったらね、みんなありがたいことになるんで、素晴らしくなるんですよ。ところがその反対にね、もうあらゆるものがね、もうね、不平不満ね、もう自分には気に入らんというね、もう考え方をしておりますとね、もう全部が気に入らんやと。自分の考えてることがね、まあ、そういうマイナスに、ね、パターンというかな、ね、そういうのにはまってしまうとね、全部そういうようになってしまうんですよ。このその逆に悪い方に来たらね、考えてること、やってることがね、全部がね、周りの環境がね、もう全部そのようになるんですよ。この反対にね、今全然ね、まあ、感謝する様子がなかったりするんですよ。なんでそのありがたいのがね、一つ要素でちょっとなくてもね、全部ね、ありがとう、なんと素晴らしい人生なんでしょうっていうね、もうね、全然反対だあったりするんですよ。そう思ってね、そのように思う風にね、自分をね、持っていくんですよ。そうしたらね、いつの間やしらんけど、おかしなことにね、全部素晴らしくなってくるんですよ、ね、もう人生どうなんどうない考えたらいいのね。いやいや、久しぶりにね、ね、上を向いて歩こうのね、賛美がね、今日歌われてましたけどね、あ、感謝やな、実はあれね、大好きな人が言ってた、上を向いて歩こうね、今淡路島に行ってしまったけどね、片上さんね、お母さんね、カタカナのお母さん ね、いつもこの教会に行っておられましたね、上を向いて歩くのが大好きで、ね、それを通らせてもらってね、歌えたんですけどね、
向き、上向きのね、ですよね。そのようにこう考えていたらね、みんな幸せになるんだよね。あ、その反対のね、下向きの下を向いてね、ね、そういうふうに見るんでね、もう否定的に考えているとね、もうなんか直せてもそのなんか暗いイメージしか、ね、抱かれないというかな。でもね、いや、その坂本九さんもね、まあ、飛行機事故か、ね、で死なれなくなれたらいいんですけど、なんか皮肉なことやな、ね、上を向いて飛行機上がらなかった、下を向いてしまったっていう、やっぱりバーッと難しかったという、歌はね、もう上を向いていこう、上を向いていこうと、飛行機は上を向いてね、ある上を上がってくればいいのにね、地面に押してもらった、下を向いてもらったっていう、何の気かなと思う、まあ、確かに神様は面白いなと思うけどな、まあ、そんな判断するだと思うけどな、もうね、否定的にマイナス的なね、自分の考え方ね、やめましょうね。神様が必ずね、建設的にプラスにね、捉えられる人を祝福してくださいますからね。だからね、今ありますようにですね、神様は、この全部ね、何事も全部神様が支配しておられるんだ。それで神様が支配しておられる限りね、私たちが幸せになるんですよ。幸せになる方向に人間は作られてるんです。まあ、その、まあ、その反対に考えてですね、神様が中心であるという世界ね、作られてる宇宙に対してね、うん、その反対を考える。それは何て言うか、何かというと、自分の思う通りに何でもどうにもうまいこといけへんなと考えてしまうことにもね、だって自分中心に動いちゃいないんで、この世はこの世は神様中心に動いてるんですよ、ね、神様が作られたんだよ、神様が支配してる、ね、そこでね、その神様というものを礼拝に捧げて、ね、どんなことでもね、神様にお願いする、神様を立てることで しないでね、自分を立てることを考えてらね、それはまずいくはずなんだよ ね、もしかしたらね、自分中心に物事を考えちゃってるんじゃないかなというね、ちょっと反対に考えちゃってるんだな、神様が世界を作られたんだよ、神様が支配しておられるんだよ、だから神っていうんだよ。神っていうのはね、上なんだよ。ね。水は上から下へ流れる。神から下へ流れる。ね。私たちは下の上や。上に、神の上になったら、上に。逆流したからね、逆流。ね。反対に考えたらありませんよ。な、反対に考えるからね、食べたものは吐き出すわけ、ね、上から下へ物が流れていくわけ、その下のものの方をね、偉そうにするね、物を下に何で流れてるの、逆流するね、だからもう吐いたものをバーッと吐き出したの、で苦しくなってなるわけ、腹が痛いとかね、なんかいろいろ血逆流する、何でもかすべてが逆流するみたいになって、ね、そんなあるようにね、いやもうこの今からこの時代ですね、人間が神様を作っている、ね、そういうのがやたらにあるという、それはね、そういう像はね、人間の都合のいいもの、人間の理想をそこに得たわけだからね、そのお金持ちになりたいと思ったらね、そのお金持ちになったような姿をね、その人間を神様にする場合はね、イベスさんとか大工さんみたいなね、ああいう不幸よからね、でもタールの上に乗ってね、こう、なんだ、あれなんですかね、
他那个火山不难嘛，火山不难啊，对，是的。那如今那个山那个也得嘛，啊，哪里个难干嘛？啊对吧？人家都有，那个我那个一百阿弥陀佛，太阳干的啦。所以讲，在国上我说的是，一百三万呢，太阳那边呢，现在我上那拍出来的呢。それで帰ってきようとしたら描かれていますけどね、うん、それでいつもあの、うん、高速の降りるところが、うん、あのそうやったな、あのミスラミアのねエベスさんのとこやね、うん、もういつも見せられた。最近高速道路が高くなって、ね、最近は高速道路に乗られて下ひたすら行ってますけどね。もうそうするのまたね、いろんな発見がありますけど、ね、面白いなぁ、こんなにとこに、こういう街は通りながらね、もう何年経ってんだろうね、大阪に行ってくるときにですね、いろんな見せられますけどね、まあ、しかし、神戸の景色もね、いろいろ変わるね。いやぁ、久しぶりに行くときでも、何でもどこへ行く場所でもね、いろんなこと発見しますけどね。いや、まあそういう一番です。偶像はね、その、あの、祀ってあるという。日本はそういう赤な様にね、偶像というものを作るとかいうことはあんまりせんけどね。まあ大変だけど、永遠に書かれてるな。それはやっぱり人間がこのようになりたいというね、で過去によってそのようになった人にね、あやかり信仰やな、ね、その菅原道真にね、あやかってね、ああいう学問の神様ね、それ菅原道真に頭がいい人だって、学問ができたって、そしたらそういう人を、神様にしてね、拝むならね、合格するっていうのはね、あるや、大阪の天神さんもあるし、天神さんいうのもあちこちあるな、菅原ね、菅原道真、いや、隣の人、菅原さんに、だから、その向こうの人、菅原さんに、よし、で、これに菅原って見せるわけやけど。もしかしたらその菅原道真の子孫になる人かな、分かりませんけど、そういうとにかくね、過去に有名な人ね、そういう人を、ね、あやかるというね、うん、なんかそういう幸運というものをね、手にできるんちゃうかな。商売儲かった人は神様みたいにしたらね、自分も儲かるんちゃうかな、商売も繁盛するんちゃうかなという発想ね、まあ勝手にしたらええけどね。だけどそれは神様というよりもね、自分の願いというかな、願望をね叶えてくださってくれるという発想ね。だけど神様って、神様はそういうことよりもね、神様が考えておられることを私たちは考える、神様と同じになること、神様はね、みんな幸せになることをやっとられますよ、それはね。だけど神様の願っておられることは、神の国と神の義を求めなさいということを言われているのね。それはどういうことかというと、神様の国、神の支配、神様の支配を考える。神様の義、神様が正しいと思われることをね、私たちはする、ね。そういうものを大事に考えていくと。そうしたらね、この生活に困るようなことはありませんというふうにイエスは言われましたけどね。
そういう原則を生きたらね、なんていうんですよ。ところがそういうことを考えないでね、自分の考えの通りにね、行くことが幸せになるんちゃうかなということばっかり考えるわけや。で自分のその思いがね、それはその通りに実現するということになってしまったらね、まあ人間は結構はみんな欲張りですからね、ええかっこしいですからね、まあなんちゅうかな、人間はね、人間が求めるものはね、みんな人間が求めるものは何も悪いものばかりじゃないですよ。いいものもいっぱいありますよ、ね、まあ、そういういいものもありますからね、それがというか、まあ、人間というものが進歩してきたわけですけどね、だからさ、ちょっとね、おかしな、とこもありますからね、まあ、あまりそれを流せるのがしゃべるのではとか、聖書に書いてることがあるな、このアテネというね、毎日ね、資料が集まってみんなの議論していると、ね、でこのアテネというギリシャの古代ギリシャのアテネというところね、で学問の古代の発祥の地というかギリシャ哲学というかね、で難しいことを書いたプラントンとかアリストテレスとか、その前になんだソクラですか、ね、そういうギリシャ哲学の生まれたところやな。ということはね、みんなね、議論が好きなんだ。議論好き。ぺちゃ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 、それおしゃべりばっかりしてる。その、ね、そういうふうに、まあ、一般に言われてるけども、その一方ですね。全く、そういうふうに議論もできない、苦しい生活をする人たちもいたわけでしょ。階層が分かれてたわけ。奴隷制の社会があったわけ。ヨーロッパっていうのはね、日本では考えられないようなこのね、階級社会なんですよ。あんまりそういうこと知らない人は、日本はね、非常にその、ありがたい世界ですからね。あんまり、いや、あるよ。あるけどね。あんまりね、その、階級社会というほど、その、貧しい人たちとですね、贅沢を三昧にね、遊んで毎日遊んで暮らすというね、そういう人たちとは、そうです。開きなかった。ね。大体同じような生活をなする社会なんですよ。平等な社会なんですよ。日本は比較的よ、まあ、ちょっと京都あたりにはね、ちょっと毎日遊んで暮らすようなね、基礎として、ね、階級の人たちいましたけどね、それはごく一部と、ね、それから 武士というのはそのあと登場してきますけどね、武士もね、まあ、10分の1ほどね、1割ほどはそういう、あまり仕事もせんと思うね、肩が振り回して、言うたなんだけども、まあそういうような、どちらかというと、上の階級、ね、一般の人たちは百姓、どん百姓という、どんがつね、もう滅ぼすの底辺、ね、水飲み百姓というのがね、まあ皆さんのご先祖様というのは、大体水飲み百姓の。そう、また考えられますけどね、ご先祖様何したかなと思ったら、おそらく水の上に役所、
水の磨く所得その言葉から表せる毎日毎日飲むもの食べるものも全部水だけ水ばっかりなんですそれ極端だけどねもう貧しいとにかくその貧しい生活をしているということを表しているんだと思いますけどねいやいや私はね僕ね今から50年前もなりますよ、ね、ちょっと関西から関東に東京に行きました、ね、ですからねあの関東のところはねあの日本あの関西とはちょっと違うベースの国で、ね、もうねものすごく貧しいところがあるねいや日本はあの近畿地方はね案外そんな貧しくないなあのその貧しさでもなんかあまりわからないっていうかいやあの先進地域ですから日本の国の中ではねでの関東地方に行きますとねちょっと遅れたんだなでねあの東京からちょっと行ったらあるけれどもねあの関東平野の、ねまあ、真ん中で、ね、ものすごく貧しい人たちがいっぱい住んでる感じがしますねなんでかというと建物見てね、ちょっと見てもわかるね。家が建ってるでしょ。家が建ってるね、あのね、極端に言うと柱がね、皆さん集まってるんで、その椅子の柱、ね、そんな感じ。いや柱が細い、ね。あの、皆さんの、ね、かかんさんのその後ろの柱、後ろの立ってるやつね、椅子、柱がそのぐらいの太さ、ね、で建物が全部ねそういうそれから考えられるよう、ね、に家だけちっちゃいちっちゃい家、うん、それでねあ貧しいんだなっていうかいっぺんに分かる感じるいやな僕の言ったところはあの大体その感じたところというか、そういう地方行ったから、そういう感じで、ちょっと特にしたのかもしれんけどね。いやあのね、僕は東京のね、もう、いらんこと言わんとまとめなさいって。いや、ちょっと今、ちょっとだけ言いますけどね、あのね、あのどういう感じだから、関西地方はね、家の建物でもね、太いね、それで、ね、しっかり建ってる、ね、ちゃんとね、あの、土で作った、ね、壁がある、塀がある、ね、ところがね、関東で言ったらね、塀あれへん、塀がある、ない塀が多い、それから、2階建てってなかったな、あまりほとんどないな。1階建てって、ね。で、まあ、わらぶきが多いな。わらじゃん、わらという。あのわらはわらでもね、関西のわらぶきはね、小麦わらでわら吹いてあるという、ね。関東地方は稲わらで吹いてあるという感じがするな。それからその貧しい感じ。で、本当どうかどうか知らないけど。なんかそんな感じ、記憶があるけどね、まあ、そういうことからするね。いや、埼玉県のね、あの地方、四季地方というか、埼玉県の地方にまで行ったんだけど、あの工事が起きる。ね、いっぺん工事が起きたら、ものすごいほどに。関西地方で起きる工事とは性質が違う。関東地方の工事はね、もう極端だ。もう、あの、田んぼも何もあれへんの。いや、その、ものすごい洪水が起きるんですよ。それだね、もう、あの、悲惨な状態になるわけで、洪水が起きたらね。いや、昔は土手があれへんの。ちゃんとした土手がね。だからね、田んぼなんか全部使ってまう。もう、そしたらね、もう、田んぼなんかね、もうね、百姓さんはもう、お百姓さんはね、裏なしになってしまうんですよ。だって、
泥がバーッと増してですね、隣との境がわからないというね、貧しい状態が一発起きるわけね。あんなもうそんな話ばかりしか聞いないわけで、あとそういう話するからな、私はね。悲惨なことになるというね。いやー、僕が、私が、あの、こういったところに、その、埼玉県志木市というところね、志木市の、あの、なんだ、あの、バスの降りるところ、水子三丁目というところを着手があったんだけど、水子三丁目ですよ、ね、水子って何言うんだよ、子供をね、川に流す、水子にするって、なんでそんなことするんだよ、もう子供を育てるわけじゃない。だから子供を川に流すあと知らないですよね。そういうね、モーセさんがね、川に流せてされて、エジプトの王家に拾われたってのはね、あるんですよ。あれとね、でもそんなふうにした。だから、地名まであるわ。水子三丁目。ね、水子一丁目から五丁目まであるという、なんかね、いや、なんかそういう名前が残ってるんだよ。なんか子供を育てられてるんだよ。でも本当にここはみんな困ってしまったということがよくわかる。まあ、そういうね、ところでね、話をどこで整理したいけど難しいんだけどね、まあ、とにかくね、いやー、そんな、貧しい生活をね、本当に見せられるんですね。だね、みんながね、それ何でも助けてくれるものがあったらね、何でも思わないよっていうかね、もう知恵も何もない、学問も何もせんからね、勉強も何もするって、勉強なんかできるね、学問をするってのは、そんなもん贅沢なんですよ、ね、貧しい時代だから、ね、だからね、みんながね、もう訳が分からんものね、ちょっとでもね、お飯もあったらね、助けてもらえるものがあったらね、一生懸命すまろうんだというね、みんなそんな状態だからね。だから2000年前の話だからね、もっとね、状態は訳が分からんね、状態だったわけですよ。そして、まあ、何でもいいから神様に成り方を拝んでるというね、それを現状をね、見ましたというんですね。反対じゃって、ね、人間を作ったのが神様じゃなくて、人間が作ったのが神様じゃなくて、ね、人間を作ったのが神様だというね。このことは、ウォーとガー、ね、人間、ね、違いない。人間を作ったのは神様。ね、人間が作ったのは、武道。わかる？ね、それは両方ごちゃっと。人間を作った神。人間が作った神様。これは武道ね、人間が作った。人間を作った神様は、本当の神様。ね、神様と名前つくるのは、どんなのでも神様や。何にも思わんでもええんだという考え方をする人もおってですけどね。人間が作った神様がね、人間のこの好みというか、うまみやすみ、人間の思考に合うね。だから、まあ、日本じゃないけどね、インドの神様、いやらしい神様もんな、人間が考えてることはね、まるで、どこでもないことを考えるんだろうと思うけどね、人間の作った神様になるものはね、日本の神様はそんなにいやらしい神様はおらんけど、まあ、おることはおるけど、ね、そういうふうに勝手に考えとるけどね、インドの神様いやらしいなあ、もう何回もエロチックというな、そ
そういうね、笑わせるような拝んでは。日本の神様はそこまでね、露骨に描きはしないけどね、まあ、考えてることは同じやな、思うよ。そういうね、まあ、そういうものが思わんでね、そんなね、ね、なんか救われるわけないんだけどね。でそういうものをね、やられてね、それで救われるという発想を持つということですよね。もう間違いないからね。もう神、誠の神様を礼拝するんだよね。それは私たちの考えることとちょっと違うんだよ。神様の考えとはおられることはね、うん、その時のだけ幸せねえね、その時だけとにかくもう今さえよかったねというかな、そういう感じがただついて、神様はね、永遠考えられる、人間の永遠、また人間大多数の人がね、幸せになることを考えられるわけです。人間の考えることはね、もう自分だけだからやったらね、ね、自分だけと言ったらもうね、人のもんとってもええというね、そうでしょ、自分だけだ、今だけ考えたらええんだからね、もう欲しいものあったらもうパッと、ね、人のもんでもないけどね、そういう考え方するすらも悪いことでしょ。神様ってのは永遠考えられるし、大勢の人が幸せになる道を考えられるわけだからね、だから何がね、人間を幸せにするか、ね、正しい道はみんなが公平に平等にね、生きる、そして永遠を考える、今だけ考えてなくてね、あの、なんか取れたらね、もう今だけ考えたらね、食べてもらえや、ね、そうやね、永遠を考えるっていうことね、それはプロになった時も考えない、あるいは来年、再来年のことを考えないわけでしょ。種まで食ってもあかんわ、種は残しとかなあかんわけやな。ちょっと今さえ分からへんのと考えると、もう種も食ってもらったら、いえ、あれあれ、何で分かるでしょ。今だけ、自分だけ考えるというかね、あの間違いやーいうところがありますね。神様はみんなの家庭はみんなの幸せを考えられる方ですからね、その方に言われることに聞き従うということがね、幸せになるというわけですね。でもね、なんか今日は先生なんかわけのわからんことね、言うたら言うてね、ある人に言うたらわけのわからんこと言うたかもしれませんけどね、私たち永遠を考える人間はね、自分中心でなかったらいかんわけや、みんなの幸せを考える、そしたらね、みんなもね、私の幸せを考えてくださるわけや、ね、お互いにね、みんなの幸せを考えられる、そういう人になりましょうね、うん、自分だけ幸せ考えてないよ、そしたらなるほど、今日はいい話聞いたなぁというか、少し分かられると思いますけどね、あーしてもう終わるけど、ちょっと早いな、もう終わったほうがいい？
教えたんですよ、ね、食べたんですよ。あの、うん、みんなが考えるのはね、そのまあ限りの幸せね、考えてね、本当の幸せね、感動ができないね、みんなが人生が苦しんでるというね、そういうところで、ね、あの、まあ、世界を正そうと思って神様の福音を伝えたわけですけどね、イエス様に何と何を伝えたか、イエス様のことを伝えた。それで、誠の神様はイエス様、いや、誠の神様がそのままイエス様じゃないというわけ、いうことじゃなくて、イエス様を、あら、イエス様に世界、天地万物、人間も含め、あらゆるものを作られた神の矛。そしてイエス様を逃れるというね、イエス様を見たら、イエス様を信じてね、イエス様の未来によって見られて、ね、問題が解決する、神様を表す方であるというね、それを皆さん信じてくださいというふうに伝えたわけね。それに関わる命も与えられるから、その方は信じたのを蘇ったから、ね、だからイエス様が信じる人は死んだものを蘇る、永遠の命を与えるからだと、ね、この2つのことを、ね、伝えたわけですけどね、まあそこで理解する人もおれば、まあ英会なことを言うなと思う人もいてね、まあ、いろいろと聞いてても素直に感じられる人たちと反発ばっかり感じる人っておりますかね、まあ、どこに行ってもね、他に分かれるな、うん、私がこうしてね話しておりますとね、うん、ええ話先生されますなって、ね、言われる方もおられますけど、反対に考える方もまあ時にはおられるというね、いや人間はね、結局二つある、あの二つになるんだけど、その私が話する話が下手だから、ね、話する内容がね、面白くないから、だから面白くない聞かなかったんだと考える人が多いんですけどね、もう一つはね、聞く側はね、喋る方に、ね、聞かれる皆さんにも問題がある。皆さんの中にももう聞く気のない人だよ、ね、そういう人たちがあるのとね、話してて分かる、まあ、豚に死んでよ、猫に困ってから、うん、そういう話になる、ね、皆さんが猫だったらね、あの小判の値打ち分からん、ね、あの皆さんが豚だったらね、あの何も信じるかけても、その値打ちは分からんからね、それもいらんわ、ね、なってまうかな、だけどみんなが、皆さんが話を聞こうかなという、そういう心の中でそういう思いを持たれればね、皆さんの中に入っていくわけですからね、そうするとありがたい、いい話聞いたな、今日は恵まれたなというふうになってしまいますしね、皆さんのその日の状態もあるからね、まあそういうことで喋る間と聞く間って両方を考えればという問題があるんですけどね、まあそれもその話をね、私のがものすごく素晴らしかったね、全く聞く気のない人でもね、聞こうか先生なんか聞いて面白い話させして今日はしてされるようです、そのように思いますというようになれるかもしれないな、そしたら皆さん全部猫、ねね、も豚もね、もういっぺんにして人間になるという中でね、変化を見ることもできるということもあるんですね。
あれな、猫だったとか、だとか言いませんよ。言うんじゃないです。ね、それをね、自分で私のこと言ってるからね、否定的に考えないでね、みんな肯定的に考えましょうね。うん、なんか、落ちるか。落ちるか。落ちるか。遅いんだよ。じゃあ、まだちょっと、準備で終わる。おはよう。申し訳ない。もうちょっと喋れないかな。はい、どうも。申し訳ございませんでした。はい、感謝します。あれが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 飲んでくださって、今日、おしよう。働いて、信仰の一番大切なことをしてくださって感謝します。僕はいつもあなたを信じて、幸せな日々を送ることができるように、いつも大切に、現世的な考えを持ち上げることして、最後に皆動きますよ。イエス様は私にもそういう心で、ありますよ。お願いします。自分に耐えてください。今私の信仰をお許しください。そして、あなたを信じるのを待ってみて、あなたを愛するようにさせてください。それから皆に感謝し、お願いいたします。アーメン。